おかみ連投お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、今日も連投、はい、結果は3-2。耐え、うん、耐えます。これは誰が見ても耐え、うん、30くらいかな、まあ、30いかないぐらいですね、多分、うん、後半くらい、うん、1戦目はなかなか厳しかったけど、うん、なんとか3着くらいね両方同じ感じですね。2戦目はもっとトップぐらいのやつ、ね、もっと見えなかったね。寄せ寄せ大嵐の中、大嵐だった ね、あそこ2から4で1万2000、2万4000、うん、4000オールあれを2着でやっぱちゃんと帰ってこれたのが、そうだね、もう2と1の差よりも2から4の差の方が全然小さかったからね、すごい3人見えちゃったな、うん、そう、みんな高いよ、サブローピンか、うん、まあトータルスコアがあるとはいえもうここのとこずっとね稼働稼働で、うん、稼働で、稼働稼働稼働で、稼働ですよ、私だって弁当食べたいよ。あ、そうだよね。ごめんね、俺たちなんかもうみんなで弁当食べながら、弁当食べながらね、麻雀談義してるだけでね。あの皆さんの、うん、あのご好意で打たせていただいてるんで。いやいや、それでも大変だから、はい、責任背負ってやってるから。はい、今日もちゃんと。しのいで、しかも上位対決ね、しっかり大事、そうですね、ちょっと前列さんは抜けちゃったけど、うん、まあきちんと4位5位のチームとは差を広げて、そうね、アベマファイトと開かせたのはでかいですね、今日両方着順上、うん、両方より上だったね、うん、上位対決で、まあ、一応上から2番目の成績だったんでね、うん、今日ね、十分、うん、いい出来だったと思います。これ絶対高いと思ってた、高かったよね。だってもうやめてワンツーある顔してたもん顔でよかった、あ、なんか迷ってたの、リーチするかなんか、この早い順番で初勘の時ね、だからこれはやめてんとも十分だと思ってるんだ、ね、と思って、うん、つものくせのことだったから、うん、十分でした、ラクサミヤさんからリーチって言われた瞬間にね、顔がピキってなったから、ね、じゃあ、ね、助かった、でも、うん、まあけどかわいそうだったけど、裏読んでね、はい、大変な嵐でした、うん、いやでも嵐の中放流せず、うん、上がるとき上がって、うん、まあ一回ね、うん、残り4回、うん、4戦、はい、あと4戦でレギュラーシーズン終わりますけども、来週4戦あってで、どっちもオンラインパブリックビューイングね、そうです、無料のやりますんで、うん、はい、今日もやってたんですけど、今度は一般も広げたオンラインパブリックやりますので、はい、ぜひ終盤戦一緒に応援してください、はい、はい、お願いします、お願いします、お疲れ様でした、頑張るぞ、チャンネル登録高評価お願いします。